はいみなさんこんにちは八木下と申します本日はこの恋温めますかの最終回のお話をしていければと思っております終わりましたねちゃんといやーまあいろいろとですね、まあ、思うところとかもあるんですけれども、まあ、無事に終わったなというのがまあ感想ですかねっていうふうな形でちょっといろいろとですねこう話したいことありますのでちょっとまず本日どういうふな順番でお話ししていくかっていうのを先にお伝えできればと思っております、まあ、ちょっとまずですね包括的な感想をちょっと過剰書きで用意しているのでその話させていただいて でですねファンタジーと現実の間っていう、ま挟、あ、まって話ちょっとさせていただいて、そのあと、キキ、アサバ、マコト、リホさんの順番でお話ししてですねで、まあ、サイドストーリーやお仕事ネタについて総括して終わりというような形で、えー、お話ししていければと思っております。まあ、もう最終回終わりましたので、まあ、本当にこうあの今回のこの,この声温めますかを、まあ、最終回をどう見たか、プラス、まあ、このドラマ全体として私が、まあ、どう楽しんだかっていう話をですね、えー、していければと思っております。 でまあ、包括的な感想としては、まあ、着地点は非常に良かったのかなというふうに思いました。まあ、俗に言うスッキリというかあの、ハッピーエンドで終わることができてよかったんじゃないかなというふうに思いました。でですね、私も毎週考察解説というか、まあ、この動画出してきましたけれども、その中でまあ何とか話をしていたのが、まあ、本当に勝手な予想なんですけれども、なんかこうあの例えばキキ、キキが誠といて、浅葉がリホさんと一緒にいて、 それぞれぞクリスマスをそれで過ごしているんだけれどもこれ全部妄想ですからね過ごしているんだけれどもなんかお互いあのリホさんと誠が「いいよ行きなよ2人好きなのはそ,そっちなんでしょう」って朝松と聞きなんでしょうみたいな感じで言って2人がこう走っていって抱きついて。 バカって言ってるところに雪が降ってくるっていうくっそ気持ち悪い予想をしていたんですね。この34歳男がそんなことを考えてるわけなんですけども。なんですけれども、もうほんと勝手な予想なんでそれはベタなね。予想なんですけども、なんかそんなことを考えたりしていたので、その前回の第9話の最後で、まあ、アが気持ちを伝えて、で、今回、まあ、一旦、キキは持ち帰りになったけれども、実際その今回、まあ、中盤でも、えっと、キキと朝サはちゃんと気持ちを改めて、まあ、伝え合ったってことがあったので、なんかその、 私がその勝手に予想していたラストってのが、本当に浅かったなと思うので、まあ改めてそのシナリオを作られた脚本家の方、恐れ入りましたというところでしたね。はい。あとはなんか、もう今回本当その見ながら、あ、なるほどななるほどなみたいな感じで結構笑顔になりながら、まあ、前編通して見たところがありましたね。まあ、キキがその一旦返事を保留にして持ち帰るってところは、えー、予想はできたんだけれども、まあ中盤でその、まあ、 まことに対して涙ながらにね、こう、ごめんねっていうところとか、あ、なるほどな、こう来るか、みたいな感じ。で、中盤で結ばれて、あ、なるほどな、と。で、それでね、あの、朝サバが出張、海外出張行って、あの、一日早く戻ってくる、なるほどな、みたいなことですね。もう、なるほどなあ、あの、着地というか展開がすごく続いて、本当にスッキリ、個人的には、えー、しました。 であとは、まあ、このドラマその、まあ、いろんなテーマがあってもちろんその視聴者それぞれがいろんなことを感じたドラマだとは思うんですけれども、まあ、その最後のところに出ていた「まあ、甘いものは人を幸せにします、まあ、今年はいろいろありました」っていうセリフ,、まあ、セリフというか SNS に出てた文字ですね、まあ、これがでもやっぱ主題なのかなっていうふうに思っていて、まあ、確かにその里帆さんとか、えー、誠とかは、まあ、実際自分たちが希望した希望したというかその 正直な気持ちである恋愛っていうのは実らなかったけれどもだけどもそのまスイーツを通してまそのま壁も乗り越えていったしもちろんそのまだ誠のね心の中では諦めきれてないとは思うけれどもなんかその我々視聴者に対しては甘いものは人に人を幸せにしますそれはそのスイーツだけではなくて、まあ、なんか私が言うのも気持ち悪いけど甘い恋とか。 そういったものを含めてね、まあ、笑顔だったり、甘いものだったり、なんかそういったスイートなものっていうのは、あの人を幸せにするなっていうのは、まあ、当たり前なんだけれども、なんか改めて感じる部分っていうのがありましたよね。であとは、えーと、スノードームの取り扱いがすごく一貫性があったことも良かったなって思いました。まあ 1> 第1話の時からそのオープニングの映像でスノードームが使われていて、でも私気づくのちょっと遅くなっちゃったんですけれども、実際その中盤からスノードーム自体が実際、まああの、温泉旅行行った時にプレゼントされて、で、一旦返したけれども、今回改めてスノードームって形になったので、まあそこがその実際オープニングにも使われていたので、まあ主題として一貫性があ、主題じゃない、あの取り扱いされている部分に関しては一貫性があってよかったなって思いました。で、あとは、 その過去の苦い思い出を超えていく物語なんだなっていうのもすごく感じましたね。これはその、まあ、朝場が、まあ、昔、そのクリスマスに対してのトラウマがあったけれども、まあ、それを実際今回、危機と結ばれることで、えー、まあ、結ばれることっていうか、その過程でね、あのスイーツ開発を含めた過程で、 まあそれを克服できたってこともあるし、で、危機に至っては、そのもう第一話の時からそうですけど、まあ、もともと地下アイドルをやっていて、必要とされてなくて、で、辞めたらそのアイドルグループが売れちゃったってので、誰からも必要とされてないってところで、君が必要だっていうふうになったのも、その過去の苦い思い出を超えていく物語でしたよね。で、まあ、 まことはまことで、その、まだね、もちろん心にわだかまりはあるかもしれないけれども、正直なところはね、あるかもしれないけれども、だけども、その、失恋したけれども、その、機器の SNS に、あの、唯一、商品じゃない、ケーキがね、乗っていたってことがあって、で、セリフ、文字、あの、要は、書き込みも添えてでしたけれども、まあ、それも結局、まだ乗り越えきれてないかもだけれども、 まあそのんて言ひどい振られ方をしたわけではなかったので、まあ、多分これをまた超えていくんだろうなと。でリホさんはリホさんでこう大人の対応を、ね、最後の方はずっと、まあ、していましたけれども、まあ、だからこそ。 リホさんいい人だなーって多分視聴者の多くが思ったと思うんですね。思,思ったと思うって変な日本語が思,思いましたよね。なので、まあ、それを考えると、やっぱり、りほさん、りほさんでまたま、まだ心の中にはね、何かあるかもしれないけれども、それをまた超えていくんだろうなっていう、その希望的観測っていうのはすごく、えー、見ることができたので、良かったんじゃないかなというふうに思いました。でもちろん、じゃもうこの物語が100%納得いったかっていうと、 まあそんなことはなくて <laughs>、ちょっと思うことも私の中であるんですよで、これが結局多分、人それぞれの,その恋愛の価値観によると思うんですけれども、例えば私だったら、その、誠みたいに、振られた女の子に、そ最後に SNS で、あなたはいい人だよみたいな、その、だからのスイーツの書き込みね。あんなことされたら、諦めるに諦めきれないくなっちゃうなと思いますね、私としては。私がそれ、ねちこいですかあの、いや、今はないですけど、その、なんか、 うん、なんかありましたね。中学の時とか。<laughs> やめときましょうか。ちやその話は、ま。なんかあったんですよ、まあその。少年の頃ね。少年の頃はなんかそういう優しくされて諦めきれないとかあったので。まあ、なんかそういった意味では、ちょっとね、あのー、もやっとじゃないけれども、いや、これはやっちゃダメだよ、キキちゃんって思う部分ありましたけれども、でもなんかこのドラマはまあ一貫して、まあ、いろんなことを言う人、こと、あのー、いろんなこといろんな価値観を主張している人が多かったドラマだと思っていて、まあ、だから俗に言うその、えっ、ー、とー、 朝葉と聞き派か誠とキき派かマコキキ派とかねまあまあよく言ってたじゃないですかその誰と誰に靴で欲しいみたいな,あなんか人それぞれ意見が違いますけれどもその意見が違うけれどもだから今回の結末に納得してない人もいると思うんですよだけれどもそれも含めてみんなでこう盛り上がることができるっていうのはもう絶対的にいいドラマなんですよねだって面白くなかったら 好き嫌いとか文句言う前に見なくなるじゃないですか興味わかなかったら途中で離脱しますからそうじゃないので視聴率もそのまあ11%だったのかな最後がなのですごいその15%超えるようなドラマではなかったですけれどもでもその最後の最後に視聴率がボンボンボンと上がっていった部分があったので非常にこう見ていた人はですね、えー、満足いくドラマだったんじゃないかなっていうふうに思います で次にファンタジーと現実の狭間間という話なんですけれどもあの、これどういうことかというと、まあ、これ多分人それぞれ感じ方が違うと思うんですけど、まあ、要はこのシーンなんですけれども、まあ、その明日だな帰ってくるのって言ったら現れるっていう、中村倫也だから許されるサプライズ、私がやったら多分連絡しろやみたいな感じで言われるんでしょうけれども、まあ、中村倫也さんだから許されるね、あの朝場だから許されるサプライズでございましたけれども、あのー、要はこのシーンで私が、 なんか、良くないツッコミなんですけれども感じたこと、ツッコミって文句じゃないですかね。文句じゃなくて、脳裏によぎってしまったのが、よろしくないかもなんですけれども、海外出張行ってたじゃないですか。で、今、海外出張行って、そのまんま、店に来れないじゃないですか。あれコロナって意味ね。だから、それが頭をよぎっちゃったんですよね。だから、その、なんて言うんだろう。まあ いいんですよそれでだから普通の,そのコロナのない世界観だからこそある意味日常ですけどねそれが元々ね我々が生きてきた日常だけれどもまあ普通に海外から帰ってきてそのまんまあの現れてきたっていうのはこれはまあファンタジーというかまあ普通の,そのコロナのない世界観ですよねと同時にこのあとラストのシーンの「の甘いものは人を幸せにしますまあ今年はいろいろありました」っていうところの「今年はいろいろありました」って そのこれってもうそのドラマがうんぬんじゃなくて視聴者に向けた制作陣からのメッセージじゃないですかでそれって結局そのいろいろっていうのはコロナが含まれているのでファンタジーとその現実っていう狭間というかなんか不思議な感覚をそのこのラストのところで私は抱いたなと思いました好意的にもちろんこれは意見していますまあドラマだからこそていうかむしろですよ今回の,そのコンクールのドラマって基本リモラブ以外は別にコロナってない 前提ででで話は進んでいますので全然いいんですよ、それでいいんですけれども、ドラマってね、別にファンタジー、ファンタジーというかそのあの、楽しめるのが一番なので、全然いいというか、むしろ、それで、そ今後はコロナを扱うものと扱わないものと、もう、毎度毎度違っていいと思うんですけれども、その中でコロナを扱わない、まあ、ドラマの中で、なんかその、 PCR 検査受けないで出てこれるんだなみたいな,なんかこう変なこと考えちゃったのは反省しつつでもそれでまあ好意的にラストニヤニヤしながら見てで最後今年はいろいろありましたってなんかこう視聴者に対するメッセージ制作陣の,のメッセージを受けてで甘いものは人,にしや人を幸せにしますっていうのが来たのでそのなんか現実感とファンタジー感っていうのをこうハイブリッドに心の中でこう組なんかぐちゃぐちゃかき回っ されたたラストシーンだったなっなていうのをちょっと、あの申し上げたたかっっとという感じででですすねあそれ良思ってますでちょっとキキの話なんですけども、キッキのまの幸せと本音ということで、このシーンがすごくやっぱり良かったですね。あの、涙ながらに、あの、振られた経験、私はありません。<laughs> 全然ないんですけれどもあの、こんな誠意を持って振られたことはないんですけれども、ごめんなさいって軽く言われて、走って逃げられたこともありますけどね、どうでもいいか、そんな話は。<laughs> ですけれども、あの、良かった、すごく良かった。 だしで結局その誠意を尽くして前にいる誠に対してお断りをしてでそのあと結局このシーンに行くわけなんですけれどもそのすごく良かったなって思いますで結局その社長が危機のことを好きっていう意見に対して私の方が好きっていうね、まあ、返し方を今回しましたけれどもそのちゃんと目の前にいる2人選択肢があるものに対して向き合って。 た上で、自分が本当に好きとも遊キキに関しては、まあ、多分まあこのドラマ毎週楽しんでた人はあんま気にしてないと思うんですけれども、まあ、よくその、まあ、この声あたに限らず否定的な、ね、あのネットのコラムとかで、今回この声あたに、まあ、ありますけどね、そういう否定的なコラムいっぱいありますけれども、声あたに関しては、そのキキっていうキャラクターが、 そのちょっと生意気があだったり、タメ口を使ったりっていう世間知らずな部分っていうのがちょっとあるので、そういった部分で鼻につくから森七菜のキャリアに今後影響を及ぼすみたいなことを偉そうに書いてたところがあるんですよ。ん <laughs> なわけないじゃないですか。もうすごいいい演技だったんですけれども、で,でも、あまあ、でもその森七菜さんのキャリアに影響を及ぼさるのも全面的に否定するけれども、まあ、確かにその、ちょっとね、 タメ口使ったりとかって部分は確かにそこの部分あったその指摘はも合ってるんですけれどもだけれどもなんか回を追うごとにもちろんそういう部分最後の最後まで残ってはいたけれどもでもなんかそのちゃんと人として2人の男性に対して向き合って1人を選ぶってこともしたし、まあ、仕事に対してもちゃんと最後の最後まで頑張ったしってところはあるのですごくその危機っていうのはこのドラマの1話から10話までで本当に成長していったなっていうのを改めて感じましたねはい。 で浅場ですねやっぱり朝場はこれは途中でそのリホさんが言っていたけれども、まあ、そのリホンに対して一緒にいる時の顔とキキに対してその見せてる顔が違うとで実際やっぱりキキのことが好きだった、まあそのね、今見せたこの「もうそうですし、まあ、これ」とかね「まあ、これ」とかもそうですけれどもそのくしゃっと笑う中村智也さんの 18, 18番かわかんないですけども、まあ、あのトレンドであのいいところだと思うんですけれども。 なんかそれをその今までこのドラマではあまり見せてこなかった部分があったので、まあ、それがこう最後にこう花開くというかこの笑顔を、えー、見せることができるのはやっぱりキキの,その魅力だしこれは恋愛に限らずでいいと思うんですけど友情関係でもそうだと思うんですけれどもやっぱりその何て言うんだろうなあの別にこう笑顔になってもこう 特別なな人にしか見せない笑顔ってあると思うんですよね笑顔だったりリラックスしてる時だったりだから笑うって言ってもそのなんか仕事でのおはようございますっていうこうそれは本音なんだけどもっていう笑顔となんか好きな人に対して見せる笑顔って多分違うと思うんですよだからそれがこう醸し出されたというかそれをちゃんと聞きの前になって特にもう今回ねだからもうこうのこうのもうこうですよだからそれをなんか 浅場が見せたっていうのが今回ラストの一番大きいところだと思ってだからまあ前回最後にいろいろと主義主張を、ねまあ、バーッとセリフで思い出伝えたけれども,もうそれ以上に浅場がキキのことが特別だ、好きだっていうのを一番見せてた部分っていうのがこの笑顔だと私は思っているのでそれがやっぱり、あのー、この2人のラブストーリーってところで非常に大きな演出だったんじゃないかなという,ふうに思いました。で、まこと 孫ちゃダメだったね、やっぱり。孫うわー、ブー。マ <laughs> ちゃんダメだった。まあね、あの、このシーンで。だから、まコのことを嫌いな人はね、あんまりいないと思いますので、あの、もう本当に幸せになってくれよって感じなんですけれども、本当、マはマコで本当に最後の最後まで頑張ったので、なんで幸せになってほしいなっていうふうにも思いますよね。このシーンとかも、ね、なんか、喜んでるけど、切ないですよね、表情が。なので、本当、マコとは、まあ、報われなかったけれども、でも視聴者は、 その誠みたいな感じになってそこにもやもやする人がいるかもしれないけれどもでもこの演出は成功でなぜなら今回のこの誠の演技をした中野大賀さんをこれを見て嫌いになる人はいないでしょ普通に考えて最後まで見た人で途中で嫌いでやめた人は別ですよだけどもいないでしょだからそういった意味で中野大賀さんという人をそのラブストーリーとしてその。 できるかっこいい男だっていう一面を今回見せることができたのであの今日から俺はでねあの毎回からかわれる今井とは違うという部分を見せることができたのですごくそういった意味でも意義があったんじゃないかなっていうふうに思いましたはい生の太河さんちょい役ですけど霧島部活やめるっていうとかも出てますのであの当時は大河って名前でやってましたけれどもおすすめでございますはい じゃあ、りほさんですね。り、ま、ほ、あ、さんはまあ前回、今回と非常に大人な対応をして、私、今回好きだったのは、あの、あれですね、最後、雪が降ってる時に雪かき大変だなっていう、あの返し方ね、あの可愛くない返し方、いいですね、ああいうの、私、ああいうの好きですよ。<laughs> あのそういったのとかもですね、非常に良かったし、なんか本当に一歩、早めに一歩引いたからこそ、冷静な視点っていうのをドラマの最後までに、にまで、 持ち込むことができたので、それすごく良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。だから、りほさん、りほさんで、その、誠と同じで、だから、誠とくっつかなかったのも良かったと思うんですよ。くっつかないのよかったと思っていて、なんか2番センチみたいになっちゃうからね、そうくっついたら。それ良かったと思うんだけれども、ぜひまたなんか別のね、素敵な男性が、えっ、ー、と、巡り合っていただけたらというふうに思う、えー、終わり方だったなと思いましたね。はい。 なのであと、誠のところで言い,言い忘れてたんですけど、あのシーン良かったですよね、あのじゃあ男3人でクリスマスを過ごしましょうつって、え、無理みたいな感じの店長とね、あのシーンとかも良かったですけれども、なんかだから、そうじて、まあキッキー浅場誠梨央、もちろんいろいろなことを思う方いらっしゃると思いますけれども、うん、そうじて、本当にまあいい着地点を見せたんじゃないかなっていうふうに思いました。 の上でサイドストーリーや仕事ネタですね、まあ、ここ辺ら辺もですね途中ちょっと悪役っぽいというか、そういった適役っぽい部分っていうのを見せたんですけども、結果的にはもちろんそんなことはない。 で、ここもね、あのいい感じに、まあ、娘さん含めて、あの3人で最後、クリスマスのイルミネーションを見るって、非常にいいシーンでございました。なんで、本当にこう、ね、時に、あれやっぱり悪い、悪いやつというか、そのね、主人公たちに対して敵、敵役か敵役か敵役かって思う部分ありましたけれども、そうして、やっぱり、いい人しか出てこないドラマだったのは、すごく良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたやっぱりね、そのいいんですよ、半沢直樹みたいに。敵がいるのもいいし、あれあれでも私、超大好きですけれども、なんか、ラブコメとして、こう、うざったーいね、なんか恋愛で、 裏でね手綱引いて悪事を働くような,な女って言ったら失礼かなその男性とか女性とか出てきたりとか、まあ、せずにですね良かったんじゃないかなと思いますすいませんね、今ちょっとなんか女ってちょっとあの差別的な言い方しちゃいましたけどあのそ,そういうあの少女漫画とかあるじゃないですか,かそういうのを今ちょっとイメージしたんですけど花壇的な部分とかに、ね、そういうのがなかったのは非常に良かったなというふうに思いましたねねあとこれは <laughs> もう店長やっぱり MVP だな本当に良、あのー、かったなと思います東京03を改めて好きになりました。はい という感じでま,あまとめに入りますけれども本当にまあこの今回この「この声温めますか」ってドラマはまあ私からすると2つの側面で非常に楽しむことができたドラマでした、まあ、1つはそのまあいい意味で予想が当たらない展開っていうのが進んでいってビジネス的な側面の学び含めてですけれども まあそこがすごくこうどうなのどうなのって部分を楽しむことができたオリジナルストーリーやっぱり原作ないっていいですねあのもちろん大変だと思うんですけど原作ないとその固定のファンが最初からいないので制作が大変なのでだそういった意味で原作ありが大半なことは全然何の問題もないんですけれどもでもやっぱり原作ないとハラハラドキドキするなっていうのは非常に改めて魅力的に感じましたで 恋愛の面もまあとやっぱりもう一つはその、まあ、この動画をね、まあ、毎回そのドラマ考察解説私さまざまな作品全クールから7月からですねいろいろと、えー、YouTube でチャレンジさせていただいてますけれども、まあ、前回のクールは半沢直樹の動画がダントツで再生数多かったんですけれども今回ですね、まあ、の私の,あの動画一覧見ていただければ分かりますけれども、まあ、今回のこの恋あたの動画がダントツで視聴率を、あのー、視聴率視聴数を多く、えー、いただいて ておりますもちろんああのとあのと動画を開いた瞬間ねあの離脱しちゃってる方とかももちろん数パーセントいるんですけれども本当にありがたいことに全体の35%ぐらいの方は最後の方までご覧になっていただいているようなので平均視聴時間も十何分とか超えているので本当にありがたく、えー、思っていますで。やっぱり前回そのの半沢が受けたので まあ、ラブコメの動画とかをこう解説するっていうのはあんまり重要ないかなって最初正直思いながら始めた部分っていうのはありましたなんですけど結果的にやっぱりこれだけたくさんの方にご覧いただけるようになってであと多分これは絶対声当たのおかげだと思うんですけれどももともと85%が男性の視聴者だったこのチャンネルがですね今女性視聴者の方がここ2ヶ月3ヶ月かこの3ヶ月で見ると女性視聴者の方が多く6割が女性という視聴者になったのもともと8割だったん 本当にすごい転換率なんですけれども。 まあそのようになったこととかも非常にこう喜ばしいというか別に男女比に対してその理想論はないですけれどもまあその半沢直樹だけ当てて一発屋で終わる YouTuber にならなくてよかったなという,ふうに形で本当に多くの方に支えられて最後までこの考察をできたことは幸せだったなというふうに思っています本当にその解説というよりも私がこのドラマをどう楽しんでそこから何をこう学んでどういうふうに解釈したかというならば好き勝手え語るですね動画を毎回2、30分。 ずっとお届けしてきたので、なんかこんなんでいいのかなと思う部分あったんですけど、もちろんその一定量のバット評価いただいてるので、そこは真摯にね、また来年以降のドラム考察で反省しながらブラッシュアップしていければと思うんですけど、本当に私個人として、すごくすごく楽しい、あのー、いあた動画の制作でした。やっぱりなんかハンズ、犯罪の時って結構、あのー、事前準備とか大変だったんで、きつかったーってのが感想なんですけど、本当にこの動画を撮ってる時は楽しくてしょうがなかったので、なんか、 終わっっっっちちゃったなっていいうちょっと寂しい部分ももあるんですけれども本当に多くの視聴者の方に支えられたからこそですね、毎回あの感情をむき出しにするですねあの、笑顔の動画を作ることができたと思うので、本当に心から感謝しております。ありがとうございました。はい。ということで、本当に満足のいく、えー、終わり方だったと思います。誠とりほさんの幸せも心のどこかで願いながらですね、本当に今年はいろいろあった2020年ですけれども、まあ、甘いものは人幸せにするという言葉を胸に刻んでですね、まあ、年末年始、私はもう家に引き込みますので、あのー、過ごしていきたいと思います。 という,ふうに思っておりますえっと、まだですね、ドラマ考察の動画は、えっと、リモラブが今日この動画アップしている日の夜に放送なので、リモラブの、まあ、動画アップしますし、あと、キリンが来るは来週、えっと、今週末日曜日まで放送ありますので、えー、通常のドラマ考察はあと2本動画残っておりますので、もしよろしければご覧になっていただければと思っております。またですね、他にも年末に入ってまいりましたので、えー、様々な総括の動画とかですね、改めて出していければと思います。ドラマの、あのー、満足度ベスト10動画も発表いたしますので、何位に入るか楽しみにしていただければと思います。 以上になります。えー、全10話ご覧になっていただいた方もいらっしゃると思います。えー、長い動画でございましたけれどもご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。